キットは、アメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦。艦名は、太平洋戦争での真珠湾攻撃において、戦艦アリゾナに上艦し戦死したアイザック・キット少将にちなむ。同盟の艦としては、キット級ミサイル駆逐艦。キット、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦キットがある。キットは、1942年10月16日に、 ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で、帰港、1943年2月28日にアイザック・キット夫人によって浸水した。1943年4月23日、アラン・ロビー館長の指揮下収益する。乗組委員は、総じて若く、年齢差唱した14歳の少年までいた。キットは、 終熟任務を兼ねた4ヶ月間の大西洋、護衛任務を終え、8月に戦艦アラバマ、サウスダコタと共に太平洋に移動した。10月5日のウェイク島攻撃に参加し、不時期したパイロットの救出に当たった。11月11日、本艦は空母エセックス、バンカーヒル、インディペンデンスと共にラバウル攻撃に参加した。両艦と共に20機余りの日本軍機の襲撃を、 撃退し、99式艦爆1機、97式、観光2機を撃墜。ロビー艦長は、シルバースター勲章を受賞した。キットは休む間もなく、タラは干渉攻略戦に参加し、軽空母インディペンデンスの護衛任務に就いた。11月21日午後6時、一式立候7機を発見し、対空砲火で2機を撃墜するも、インディペンデンスへの来撃を許した。 インディペンデンスは大破して戦場を離脱。ロビー官長はワンショットライターのあだ名を持つ一式立候がその名を裏切る頑丈さを発揮したことに驚いた。1944年、キッドは第50機動部隊に所属しマーシャル軍と攻撃に参加。6月にはサイパン攻撃に参加し日本軍機一機を撃墜した。一部の乗組員が 日本人パイロットの遺体はアメリカ海軍の儀式に従って水槽に付された。7月、グアム島攻撃に参加し、8月27日に真珠湾に帰還。キットは35名の遊軍不治義パイロットを救出した。8月、アランドビー艦長が転勤し、代わってモアー中佐が赴任した。モアーは船酔いするか、酒に酔うかのどちらかといった人物であり。 艦内の式と規律は短時間のうちに低下した。12月にオーバーホールのため戦列を離れ、アメリカ本土に戻った。レーダーの乾燥と機銃の代行経過を行う。改装は1945年2月に終わった。そして沖縄戦に参加するため、ウルシー艦渉へ向かう。キットの乗組員は日本の敗戦を革新し、楽観的機運の中で、 特攻隊が待つ沖縄へ向かった。3月19日から22日にかけて、栄光される空母フランクリンを護衛し、日本軍機の追撃を阻止した。4月11日、キットは、ピケット艦として、機動部隊の前方に出た。14時10分、冷戦が、左限に命中、死者38名、負傷者50名余りを出した。損傷したキットは、うるしい白痴に退避して、 応急修理をした後、5月25日にアメリカ西海岸のサンフランシスコ海軍造船所に到着した。修理を終えたキットは1945年8月1日に新珠湾に戻ったが、終戦に伴いサンディエゴに移動して不活性化された。1946年12月10日に除籍。朝鮮戦争の勃発に伴い、 1951年3月28日に艦隊に再編入される。6月18日にアジアに向けて出港し、7月15日に横須賀に到着した。キッドはタスクフォース77に加わり、9月21日まで朝鮮半島の東側で紹介任務に就いた。また10月21日から1952年1月22日までは、 沿岸の攻撃目標に対して、艦砲射撃も行った。その後第152駆逐艦分隊として、サンディエゴに移動し、1952年2月6日に到着した。1964年6月19日退役し、ルイジアナ州バトンルージュにおいて、博物館として保存されている。キットは、 第二次世界大戦の先行で4個の朝鮮戦争の先行で4個の従軍聖章を受章した。平木勝美、我が手機関に突入数59ページ。平木勝美、我が手機関に突入数61ページ。平木勝美、我が手機関に突入数64ページ。平木勝美、我が手機関に突入数65ページ。平木勝美、我が手機関に突入数66ページ。 平木克己、我が手機関に突入す六十八ページ。平木克己、我が手機関に突入す百九十六ページ。平木克己、我が手機関に突入す二百十三ページ。ありがとうございます。